どうもショルです。横地図前回の続きからやっていきたいと思います。今回なんですが、S ランクレア妖怪の青龍を、ゲットしたいと思います。で、青龍なんですが、出現場所はこの桜エクセレントツリーの展望台に出現します。で、夜限定なんで、夜にここに来て、この、展望台のこのスコープですね。これを覗いて、キャンセルして、を繰り返すだけです。で、これ S ランク反応があれば、まあ、妖怪がいるということですね。まあ、こっちにもあるんでね。一応、場所的には。どっちも見てみてもいいんですけど。まあ、こことこ行き来するだけですね。まあ、これセーブしといて、ここで。あとは S ランクが反応があるのを待つだけですね。それではちょっと一回探してみたいと思います。どれくらい出てくるのか。じゃあ一回目。はい。はい。出ない。おー、来た !S 来た、早っ !S 早かったー。多分これね、セーブしたら、消えるんかな、どうなんやろ。ちょっとセーブしてみましょうか、一回。消えないかもしれないんで。消えたらめんどくさいけどな。まあ、消えへんかな、S ランク。どうなんやろ。お、消えないですね。セーブしてリセマラいけるんかな、これ。ちょっと見てみたいと思います。じゃあ行ってみます。ちなみに好物はエビチリ。中華ですね。いました青龍見たことないんですよね、俺。まあ、かっこいい系のキャラであることは間違いないと思うんですけど、ね。ん?どこだ?おった!おお、ドラゴンや、マジで。青龍といえば、白虎、玄武、朱雀、青龍とね。かっこいいっすね。おい、ほんまドラゴンやん。なんか、龍くんの進化系の、似とるな。色違いみたいな感じかな?あれの、龍神かなんかの色違いですね。まあ、とりあえず S ランクのレアなんでね、ゲットしたいと思います。きたー!お、セバスチャン。セバスチャン初めて見たぞ。隣のセバスチャン遅い発動。両隣の HP 少しずつ入る。おまあ、邪魔してくよ、これな。エビチリ。使いまーす。フルッチー。おっと、友達、勢力感じる。うそらかげ。快適じゃー。やっぱ強っ。なに、やるじゃないか。よっしゃ。たた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 結構出やすいのかもしれないですね、これ。オッケーオッケーオッケー。あとは倒すだけですね。わがーバルーンドラゴンパワー。お、力出るか、ダイアップ。わがー一発ゲットしたい頼むぞ。頼んます。ダルダン攻めの選手を。取れよし来た一発ゲットいいねイスランク妖怪一発ゲットそなたは素晴らしい。絆を結ばせてはくれんか?イケメンやな、こいつ。青龍!お、いいね。ニョロロン族のレア。しかも S。結構、珍しいね。後ろ地味にラッパなん、これ。ちょっと、何しようか、名前。何しよう、名前。まあ、俺の中のドラゴンといえば、やっぱ最初のイメージ強いんやな。うん。やはりこれ。来た。まあ、どっちかだったら白龍みたいな感じだけど。まあ、オッケーかな。ガシャゴーング!オッケー、ゲットいいね。まさかの一発ゲットっていうね。ちなみにセーブしてたらどうなったんですかね。セーブしたら、結局大丈夫なのかよく見てないんですけど。まあまあ、そんな、難しくなそうで結構すぐ出たんで、多分もう一回出せるんかな。じゃあもう一回出してみようか、ちょっと一回。これ結構すぐ出るんちゃう?こいつもしかして。ランク B か。ランク B はセバスチャンかな?多分。な、結構すぐ出るイメージやけど。C。おー、C もおるんや。よっしゃ !OK。もうこれラストや。ラスト出んかったらもうええわ。ちょ、出ないですね。まあもう、
10回ぐらいやってれば出ると思います、多分。僕結構すぐ出たんで。まあ、運良かったかもしれんけど。まあまあ、ここでやってれば。お、レベル6、50。結構強いんちゃうこれ、能力。レア。超ズボラで荒くれ、ドラゴンパワー。ピンチになると怒りで攻撃力がダイアップ。なるほど。噛みちぎる大滝の術。ああ、攻守。攻撃と幼児で両方持ってるタイプですね。敵全体200。もう、ニョロロン族は、結構必殺技が溜まりやすいから、これは強いですね。整理の力、取り憑かれたヨガは、竜の決闘のパワーで揚力アップする。これちょっとヘボいな。能力的には攻撃タイプかな、まあ、全体的には能力が平均的に高い感じはしますけどね。そうでもないんかな、よくわからんけど。あ、50レベルおったな。まあ、高いな、明らかに。全体的にやっぱ高いですね。この壺土壌と比べると。明らかに。しかも必殺技が200あるんで、ニョロロン族と組ますのは悪くない。ニョロローン。とりあえずニョロロン見ます。いや、思った以上に早くゲットできてビビった。まさかのスピード。こんなに早くゲットできるって珍しいんやな。珍しい。おった。伝説の神獣。めっちゃかっこいい書き方。水の力を司り、美しい滝や川を守っている。その力は竜神の力をも超えると言われている。もう竜神の上位版みたいなもんやな、これ。竜くん。竜の子供。まあ、ここに竜神が出てくるんですけど、まあまあ、竜神は竜くん進化させる感じですね。青竜ゲットしました。また、ニョロロン族チームで使ってみたいかな。イザナミと青竜と、あと、まあ、影オロチ、ヤマタン。この辺は全部ニョロロンなんで、ちょっとこの辺使ってみたいって使ってみたいね、いずれは。まあ、そんな感じです。はい、というわけで、とりあえず今回、青竜をゲットしました。出現場所は、おさらし京都、桜エクセントツリーの展望台、夜に出現します。で、この、この双眼鏡みたいなやつを覗いて、やめて、これ繰り返すだけです。S ランクが出れば OK ですね。この右行って、もうこれ、すごい簡単です。で、好物は中華、エビチリなんで、エビチリ1個だけ準備して、あとはリセマル繰り返せば OK だと思います。まあそんなにね、個人的にまあ、難しくなかったんで、まあ多分そんなに、手に入れる難しい妖怪ではないと思うので、ぜひゲットしてみてください。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。